ニルス・アンデシュ・テグネルは感染症を専門とするスウェーデンの医師、公務員。現在のスウェーデン国家疫学館。2004年から2005年までスウェーデン感染症研究所に2005年から2012年まで社会長に勤めた。2012年に所長として感染症研究所に戻り、2013年より国家疫学館を務め。 当初は感染症研究所に同研究所とスウェーデン国立公衆衛生研究所の合併後はスウェーデン公衆衛生局に勤務している。その役職において2009年トンインフルエンザの世界的大流行と2019年新型コロナウイルスの世界的流行に際するスウェーデン国内の対応では重要な役割を果たした。テグネルはウプサラで生まれた。 1985年に、ルンド大学の医師免許を取得し、エステルスンドの軍病院で後に研修医となり、その後、臨床ピング大学病院で感染症を専門とした。その手腕で、彼は1990年に、スウェーデン最初のエボラ出血熱か、マールブルグ出血熱と考えられるウイルス性、出血熱の患者を治療した。 1990年から1993年まで、テグネルは、世界保健機関のために、ラオスで働き、予防接種プログラムを制作した。エクスプレス戦士のインタビューで、彼は1995年ザインイールのキクウィットにおける、エボラ出血熱の感染爆発時に、フーで、スウェーデンの専門家チームと共に、現場で働いたことを、貴重な経験として話している。 また2002年から2003年まで欧州委員会の国家専門家として炭素症、天然痘、その他の感染症などの公衆衛生上の脅威に欧州連合レベルで対応するための活動を行った。2020年にカロリンスカ研究所を対処したテグネル。テグネルは2003年にリンショーピング大学から医学の PhD を2004年に ロンドン大学衛生熱帯医学大学院から疫学の MSC を取得した。2004年から2005年まではスウェーデン感染症対策研究所に2005年からは社会長に勤務した。さらに2009年の部隊インフルエンザ大流行に備えたスウェーデンの大規模予防接種プログラムでは感染症対策部長として重要な役割を果たした。 2010年から2012年までは情報ベース政策局の局長を務めた。2012年から2013年には感染症対策研究所の所長を務めた。2013年以降はスウェーデンの国会企学館であり、はじめは感染症対策研究所に所属し、2014年にはスウェーデン公衆衛生局の一部となった。2005年に アンデッシュ・テグネルは王立軍事科学アカデミーの会員に選ばれた。彼の最初の講演は社会におけるパンデミックの影響についてであった。2020年4月2日、新型コロナウイルスの大流行はほとんどの西欧諸国に広がっており、その頃にはすでに多くの国々で検疫の措置が講じられてきた。だが、カナダの新聞グローブメールはスウェーデンでは ロックダウンも学校の閉鎖もパブへの立ち入り禁止もないと報じた。しかし3月17日に中等学校と大学では実際に近い場所で遠隔教育を受けることを推奨し3月24日にはカフェやレストラン、バーはテーブルサービスのみを許可したため正確なものではなかった。さらに3月27日の時点で スウェーデンでは50人以上の集会は禁止されていた。スウェーデンの感染対策は市民が責任を持って行動することに対し信頼されているとされている。広範囲にわたる厳しい禁止や制限の代わりに当局は人々に良好な手の衛生管理を行い、可能であれば在宅勤務をして社会的距離を保つよう助言している。一方、 70代以上の人々には予防措置として、自ら行う、自己隔離を進めている。2020年4月の新型コロナウイルス感染症の大流行の際に毎日行われた、記者会見での手グネル多くの医師や医療専門家、国際的な報道機関からの会疑的な見方や批判があるにもかかわらず、スウェーデンは、ステファン・ロベーン首相が常識に研究するなど、 自国の戦略を進めてきた。またテグネルは、この戦略の根底にあるのは、スウェーデン人が公的機関に対して持つ高い信頼や、尊敬の念だけではなく、自由な意志を尊重する、長い伝統なのだと述べた。司法が実施した調査によれば、公衆衛生局に対する国民の信頼度は、3月9日から12日と3月21日から25日の、 間に65%から74%に上昇した。TB4 に関して同社が行った2020年3月の調査によれば、スウェーデン国民の半数以上がテグネルを信頼しており、これはスウェーデンの現職の政党の総裁の誰よりも高い数だった一方、18%が国家疫学者を信頼していないと回答した。4月の調査では、 テグネルを信頼していると回答した人の割合は69%に増加した一方で国家疫学者を信頼していないと回答した人の割合は11%に減少したこの戦略は一般的にテグネルに起因したものとされている彼は次のように述べたこれまでのところ老人ホームへの拡散はほとんどなく病院への感染もほとんどありませんでしたこれは 非常に重要なことですが、スウェーデンで行っているこのような自主的な措置では、基本的には必要に応じて何ヶ月も何年でも続けることができることがわかっています。これらの問題が終われば、いつも通り早く動き始める可能性が非常に、非常にあります。スウェーデンでは、スウェーデンにある伝統を踏襲しながら、私たちの自主的な政策を非常に重視し、 正しいことを国民に知らせることに力を入れています。これまでのところ、それなりにうまくいっています。2020年4月2日、ダーゲンスエコは、少なくとも90の自治体のリタイアメントホーム内で、新型コロナウイルスの著しい感染の蔓延が発生したと報告した。これまで政府と公衆衛生当局は、複数の自治体でリタイアメントホームへの外部訪問を、 強く進めていたが、それらを完全に禁止することとなった。リタイアメントホームへの外部訪問の全国規模の禁止は4月1日に施行された。2020年4月21日、テグネルは、ネイチャーのマルタ・パテルリーにのインタビューを受けた。その中で、次のように述べている。試験としては、国境封鎖は馬鹿げています。なぜならナインティ1 9は、 今や欧州すべての国に存在しているのです。この段階で学校閉鎖は無意味です。さらに若い世代は活動的にしておくことが精神衛生上にも身体的健康にも有益なのです。2020年4月28日、テグネルは USA Today のキム・イェルムガードにインタビューを受けた。インタビューの間、彼は集団免疫が スウェーデンの封じ込め計画の中心的な推進力となったことを否定した。むしろ、テグネルは次のように述べている。私たちは感染速度をストックホルムの医療体制が維持できるレベルに保とうとしています。私たちはこの中で集団免疫を計算しているわけではありません。様々な対策を講じて感染速度をできるだけ低く保とうとしているのですが、 感染を防ぐことができると信じている国は、ある段階で間違いを犯している可能性が高いでしょう。私たちは、この感染症と共存する方法を学んでいく必要があります。一見すると、スウェーデンの経済は他の国よりもかなり回復してきているようにも見えます。私たちの戦略が成功したのは、まだ医療体制を維持できているからなのです。それが、 私たちが見ている尺度です。この危機が示しているのは、介護施設について真剣に考える必要があるということです。なぜなら介護施設は感染症の感染に対して非常に自由度が高く、その環境の中で感染を制御するのに非常に苦労していたからです。テグネルは、臨床ピング郊外のブレタクロスターに妻マーギットと共に暮らしており、そこから ストックホルムのソルナに毎日通勤している。またエミリー、サスキア、アンミックの3人の娘がいる。ヨカにはガーデニングや旅行を楽しんでいる。ありがとうございます。